西武バス狭山営業所。西武バス狭山営業所は、埼玉県狭山市柏原 391-2 に位置する西武バスの営業所である。埼玉県狭山市、入間市周辺路線をメインに所管している。1975年、狭山市内のバス路線が発達してきたことを受け、狭山台団地そばに開設される。開設にあたって、当時の川越営業所管轄路線のうち、狭山市内をメインに運行する路線が移管された。狭山に開設された狭山営業所は、便宜上ここでは、旧狭山営業所と記す。その後数年間、飯能駅西方にあった飯能支所を管轄するが、1989年4月1日に、現行の飯能営業所の体制となり、旧狭山営業所より独立する。1994年、狭山台にあった旧狭山営業所の所管を、ほぼ全系統が川越営業所に統合する形で一時廃止し、旧狭山営業所敷地は西武観光バス営業所敷地として使用する。2002年9月、狭山工業団地一角の現在地に新たに営業所敷地を造成。飯能、川越の両営業所一部路線を移管し、新狭山営業所が発足。主に西武新宿線狭山市駅西口を発着する。路線を受け持つ、2002年に開設された、狭山営業所は、便宜上ここでは、新、狭山営業所と記す。停留所名や、路線開設文にて書かれている、旧、狭山営業所、新、狭山営業所とは便宜上の記載である。実際の車内路線図、案内放送や停留所、道路地図などには使われていない。以前は一つ手前の、柏園停留所が、埼玉牧場と名乗り折り返していたものを、2004年に日帰り入浴施設が開業したのを受けて、西牧牧場の湯と改称して1区間延伸したものである。西牧とは、ハムの製造を行う埼玉市畜牧場という会社の愛称、埼玉市畜牧場=埼牧=西牧で、2002年に日高市の自社牧場を山梨県南小間郡へ移転し、天然温泉を掘り当てて、西牧天然温泉として活用することとなった。牧場の湯に隣接して、西牧本店や工場、レストラン、自社製造品の直売コーナー、温泉スタンドがあり、休日などには家族連れや団体客で賑わう。しかし、2013年に西牧牧場の湯が閉館したため、同年2月1日に西牧ハムに変更、さらに2019年3月16日より、西牧に、名称変更し、現在に至る。2016年3月26日より、狭山 21-1 系統市民会館経由を新設。その後、2017年11月1日の埼玉医師進会病院移転に伴い、2017年11月2日から、全便が新富士見橋経由から、埼玉医師進会病院、市民会館経由変更、狭山 21-1 は、埼玉医師進会病院に入らない。この改正に合わせ、従来なかった狭山 21-1 の土休日運行が開始するなどの運行形態変更が見られた。狭山市駅から、つつじや団地、日生団地、友光山公園方面へ向かう。系統数が大変多いが、ダイヤの大半が、つつじや団地経由、日生団地発着便と友光山、公園発着便で占めている。武蔵野学院方面は、平日、月土曜の通学時間帯のみ、営業所系統は始終発のみ、いずれも少数運行である。これらは、狭山市西南部地域に所在する、つつじや団地界隈の住宅地や県立高校への輸送もせて行うため、狭山市駅から新富士見橋を渡って広瀬通りを経由する。2013年10月16日から、深夜バスの一部が変更となり、日生団地域が設定されるようになった。直通は、早朝夜間と通学時間、一部に、埼玉県道50号所沢狭山線と、狭山中央通りを通って、最短経路で運行される便を指す。この直通便は、旧、狭山営業所時代から、つつじや団地内を通らずに新富士見橋、上広瀬郵便局前間を短絡し、営業運行している。この直通便が設定された理由として、以下の点が挙げられる。一番下の深夜バスは、狭山市駅西口発の団地、住宅地路線の大多数を網羅した運行経路で、運転開始当時の PR パンフレットには、運行経路と停車する、停留所すべてとそれぞれの深夜バス運賃がかかっている。利用できる定期乗車券は、下記路線の定期券が利用できると合わせて、記載されている。一時期の運行休止期間を経て、1987年に運行が再開された。運行休止前は、十日山公園駅ロータリーが整備されていなかったため、西武池袋線、踏切手前の道路上で折り返していた。後述の狭山27同様、西武新宿線と西武池袋線の駅間を結ぶが、運行距離が短いために運賃が低廉である。狭山市駅から上広瀬、根岸新道を経由して、グリーンハイツ、飯能駅へ向かう。狭山20は、1991年、平成3年に、入間川に架かる放水橋近くに造成された、狭山グリーンハイツへの新規路線として、飯能営業所管轄でスタートした。狭山26は、西武、JR 東飯能駅再開発事業により、従来の東飯能駅改札側を西口、新設された市役所方面への改札を東口とし、従来の飯能駅中央通りから、東飯能駅入口から、飯能駅、国際工業バス車庫前へのルート変更と、東飯能駅東口経由が行われた。2011年11月16日には、飯能営業所から狭山営業所へ移管され、使用車両も変更となり、すべてスロープ付け車両となった。笠幡線の母体は、2台、狭山24の2である。川越管轄時代に2台、狭山23に延長。新設されたが、真川大橋の開通により、発着する西武線側の駅、系統番号、経路が変更され、現在に至る。武蔵藤沢駅入間を扇町や団地までの折り返し日をメインに運行している。開通時は、武蔵藤沢駅、西武グリーンヒルで運行されていたが、入間扇町や団地の完成に伴い1983年9月1日に、延長された。グリーンヒル開通時は、飯能が管轄していたが、新、狭山営業所開設時に移管された。2012年6月30日に深夜バスが設定された。2017年3月25日より、安川電機前を通る、東霊線の運行が開始された。2018年11月8日より、運行開始。西武バスでは初めて3社共同運行となる。西武バスの定期券や1日乗車券は使用不可。現在、川越営業所管轄の川越61系統、川越駅西口から南大塚駅線とは全く関連がない。物資ニュータウン線は入間市にある西武池袋線物資駅と同市北部の物資ニュータウンを結ぶ路線であり、開通は1983年である。住宅地と駅を結ぶ性格に加え、新興工業地域への通勤の足としての使命も併せ持っている。1989年4月1日の飯能営業所開設時に、営業所のある美杉台と物資駅の間の出入庫路線で、東京都道、埼玉県道195号富岡入間線を通る、物資例に、物資駅安岩淵美杉台小学校、美杉台ニュータウンが開業した。おおむね15分から30分間隔での運行。日中は、毎時2本30分間隔。2010年12月1日の西武自動車と西武バスとの合併に伴い、当路線も西武バスの運行に移管された。2011年11月16日に、武士例1は、飯能営業所から狭山営業所へ移管されたが、武士例には飯能営業所所管のまま残され、2016年3月に廃止。2012年6月30日のダイヤ改正時に、金曜のみ、運行の深夜バスが設定されたが、2019年3月16日のダイヤ改正で廃止となり、同時に約7年半ぶりに、飯能営業所担当へ戻る形となった。一般路線用には、日産ディーゼル製の大型長尺車が一般尺車と並行して入籍、活躍していた。2011年からは、他の西武バスの営業所と同様、三菱ふそう、エアロスターも導入されている。かつて運行されていた日高市せせらぎ号には、西武、国際工業バスともに、日野、リエッセ、前扉折戸式、中扉に都度引き戸式が使用されていた。外装デザインは、両社同一で、運行会社名、イーストウエストといったロゴの違いがある程度であった。西武の車両は、開通当初担当していた飯能営業所からの転入車。2016年まで CNG ノンステップバス、UA452、シャシー、日産ディーゼル、車体、西日本車体工業が在籍していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。